直してくれてるので皆さんちょっと待っててくださいね頼もしいですねはい、はい、どんな感じオッケーオッケーって耳元で消,、ま、消えましたって聞こえましたか、えー、そうなんです今日はあのー、テーマ今日は不思議な時間から始めたいと思います七、はい、時五十分からはい虚しさを感じた時虚しさを感じた時そう なんかさむなしいって言葉を聞いただけでふーんってテンション下がるよね。ですね。はあ、ためき出ちゃう、なんかこのむなしいっていう言葉を聞いただけで。う <laughs> んか。寂しくもあるね<ー>。え、そうだよね。あのー、むなしさを感じたことがある方、なんかむなしさ感じたことない人っているのかなって逆に聞きたいけど <laughs> です、ね、あの、そんなこんなんあんなそんなみんなあのメールやツイキャスでどうぞ送ってください。 あのみんなで今日もね愛をベースにあのー、愛を溢れさせながら語り合っていきたいと思います。はい、えー、ってなわけでさ <laughs> まあ今日も一日昨日も1日一昨日おとといも一日って感じで積み重ねた1週間どんな1週間でしたババババタ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 本当ここ3週間ずっとそうですけど 3週間って言えること自体あなたは素晴らしい私いつからバタバタで <laughs> あの息入れしてるか分かんないのよ <laughs> これが終わったなと思うと、うん、次起きて「そうですね、おいおいおい」って思ってまたこれが終止符を。うん とうとっていってまた次が起きて、うん、人生面白いね面白いです。おが思っいです。音言っていい、はい、おいおい、さっきまでの話をきちゃんと聞いてたらこんな問題起きないだろうって <laughs> 正直思ってるわけ、私 <laughs> そう思う私は変なのでしょうか雑なのでしょうかいやいやいや、そうですよね。<laughs> 僕は基本、人は話を聞いてないと思ってるので学びました、今。 ですねなんだろう喋りたい動物であるだけで聞いてないのかやっぱり、うんうん、そうかなんかやっぱりなんか喋りたいってことはこの仕事してる私たちはちょっと別にしてくださいよって前置きして <laughs> <laughs> やっぱり認められたいのかなですよね,ね、うん、聞いてほしい構ってほしい てげるよここまででおいでで、ね、選ばせてもらうけど <laughs> 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 だってねやっぱりねちょっとあのお怖いお方もいらっしゃりそうなのでみたいな <laughs> なんか変な日本語になっておりますが <laughs> そ中にはちょっとね「あのいや」って握手しただけでちょっと誤解とかがね。 起きる場合ありますからね。ね起きますよね。あの、このトークで、なんで誤解するばみたいな。昨日、あの子たちって、みんな、なんとかだば、なんとかだばって言うのよ。沖縄市もそうですね。あ、本当、沖縄市も。ば、うん、ー言いますね。あー、なるほど。どうも言います。あ、なんとかどうってね。うんうん、あの、あの、ツイキャスとかのネットの方で聞かれてる内地の方は。は、と思うでしょうが。あのー、まあ、本音ですね。言葉の最後に、あのー、仙台だと。なん、あの。 なんとかだっちゃってつけるんですよ。あ、可愛い,いですね。<laughs> でも、言う人によるよ。<laughs> なんとかだっちゃ。ね、とかね。うんうん、だっちゃん。とか。だっぺ。とか。<laughs> なんかぐっちゃぐちゃに入りますけどね。<laughs> <laughs> <laughs> まあ、そうね、伊達さんのところはそんな感じでございますね。うん。うんかわい,い。<laughs> でも、なんかね、山形も三つに大きく方言が分かれるんだけど。はい。 ニャーニャー言うのよ。場所によって、あ、可愛いって思うけど、全く違う人が言う時に、人によるってことですね。そう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 。そんな感じでコメントもまたたくさんいただいておりますので、レイくんよろしくお願いします。はいはい。えっとですね、マナミンさんから最初かな。えっと聞こえあ違うわ。そうだそうだねそうだね。えっとねちょっと待ってね。あいた。こんばんは。こんばんは。こんばんは。 そしてちゃんおかさん、えりゅうさん、れいくん、山内さん、こんばんは。こんばんは。一服堂さんも、こんばんはと。こんばんはでございますよ。一服堂さんね、早くお会いしたいですね。伊勢でね。いいですね。ね、あのオフ会を、あの伊勢に入ったら、あの当日は。あの集まるだけなんですよ、実は。朝から回るので。そうなんですね。OK であの頑張って早く行くと、2時3時につけ。 3時ぐらいにはつけんのかな<ー>でも私、あの<ー> <laughs> 異性とかのお仕事の時みんなに5時半集合ねってで5時半集合でまあ,あのちょっと次の日のあのいろいろお話をして準備してあの明日に備えましょうねって言うんだけど私、着くのいつも10時半なのよ。さそう何してたんですかごめん 名古屋の美味しいもの,の匂いに誘われてさみたいな <laughs> もう駅のなんかぐる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 あちこち行ってさもうごめんなさいみたいな <laughs> も,もう10時半頃ですね <laughs> つくのみたいな <laughs> でもみんなもさなんか酔っ払って待ってんのよ <laughs> 5時半は朝の五時半、うん、夜、ね、夜,夜<ー>そう。ごめんね前もって言うとこは <laughs> <laughs> 夜だからね夜だからね でもこれから早めに行きますよメンバーも決まってんのでそうですねあの寄り道させないメンバーがついてるのでそうですね頑張っていただかないと頑張りますはいいきますハッチホーミー2さんこんばんはこんばんはハチさんバイクとかこの俺も調整してますかはいねはい。ではいえっとなんだこれなジェヒョンさんはい。こんばんはワイン 俺も山内様一瞬登場ってあれ山ちゃんだけひい非機会？まあね先週いませんでしたからね。そうねきっとみんな寂しがってたよ山ちゃん。ね。ほいほい遠くからほい来てるよはいはいこれはどういうふうに読んでた？えっとみんながあのツイキャスの方聞こえてるよっていう報告をしてくれてますね。そうですね優しいなちゃんと答えてくれるんですね。はいはいえっとで ラムちゃんみたい、あはちゃんとホーミーさん、ラムちゃんみたい。はあ、確かにそうだ。 アンドホーミーさんも私と同じ年代なんでしょうね。あってレイ君は私の息子のようなあの年と言っても過言ではないのでねこの間もなんかまるでうちのおちびを連れて仕事にみんなで行った時なんかおばあちゃんと息子夫婦と孫みたいまあ和気あいあいやっております。ささすがだなでん エリウさん本音がポロリとえどこどこどこかなどこかな本音ボロボロって。どこだろうジャブジャブですからねはい、すいませんこんなわか私ですが末永くよろしくお願いいたしますお願いしますさ最後にジェイヒンさんはい姉さんすっから沖縄の人になられましたね遅れて登場とはあえそううんそうでもないよ今日は遅刻してないしうん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  <laughs> 一番ひどいのは山ちゃんってあの電話でね <laughs> 山ちゃん、タイトルコールしててーっつって10分ぐらい遅れてきたとかね <laughs> でそう山ちゃんがこの宜野湾市のどうしても行かなくちゃいけない、うん、あの仕事で、行ってエリュさん、8時まで俺いないからねって言われてたのに、うん、私も8時から来たことない。自由ですね <laughs> 山ちゃんんごめん れちよっつってんであんたがこの時間よみたいなすごいすいませんね皆さんね。あちゃんおさんもね息子と言っても過言ではないそうよねあの年のね差だけじゃなくてねあの気持ちもねもうほん息子娘のようにあのね奥さんのこともねもうきゅっとしたくなのねきょうも美里ちゃんが来れないって聞いてええってそう今日はねそうたくさん運転してもらったので。 そうよね泣き人まで行きました泣き人だとこういって入っちゃうから大変なのよねそうですあそこから遠いんですよね名古屋から<う>、うん、何あの思わせぶりな泣き人の距離みたいな <laughs> <laughs> 着いたって思わせておいてこっからまたスタートみたいなそんな感じするよね泣き人ってそ,そんな感じですあの思って思いながらも近いなと思うのが、うん、女尊。

なんか新しい方がね人生送りバントさん、はい松川りみさんですか。まああのこうポッチャリぐらいでしょうか。あの画面で見ると思ってるよりもポッチャリしてるかなと思いますが、さほいや違うと思いまいやちょっと本当なんかさ、やだな。常に隠してらっしゃるんですね。ね見えませんよ。笑ってるぞ顔が笑ってる笑顔です笑顔。 <laughs> まあねあのー、びっくりしたのが太り始め、うん、あのー、寝たときにこれ、前言ったんだけど、うん、寝たときに、うん、あれと思って、うん、シーツ寄ってると思って、うん、起きたときどシーツ寄ってないの <laughs> あれと思ってもう1回寝たらあれと思ったら自分の肉が寄ってたっていう、ね、<laughs> で今度、走ったとき、あのー、揺れる場所が変わった。 怖い怖いな, <laughs> 怖いなでもまだまだですよなんかさ<う>ん太ってくると食べ物の好みが変わるのか <うん S 2> 変わったから太ったのか私にはちょっとよく分かんないんだけど <うん S 2> この頃すぐ肉が食べたくなる <laughs> 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 本丸の肉 <laughs> あの <ー S 1> <うん S 2> 宜野湾市に宜野湾市役所って当たり前かあるんですけど <laughs> その裏手にね本丸っていう焼肉屋さんがあるんですよ うんめっちゃうまい前も話したんだけどで、今日火曜日休みなのよラッキーって思って私が行けない日は休みでもいいのよ、みたいなで、行く前にもう、そうあのー、なんだろう、予約していく予約していくですねうん、予約していかないとすぐ満席になるので何時からオープンなんですか五時半から五時半から、なるほどねで、もう、なんだろうな、あのあの、電話すると、あ 二神様ですねって言われるぐらい,い <laughs> <laughs> そんなに <laughs> であの行ったらすぐ食べたいじゃない、うん、だからあのー、何もう行く前にある程度頼んでおくの、はい、電話でですか電話で,<ー>でいつもあの取るような感じのとあともし<あ>今日しか食べれないのがあったら<あ>3人前ずつお願いしますっていうねさすが VIP ですね だって行ったらもうすぐ出してくれるし、いい感じ。それぐらい言ってるってことですよね。となんかねありがたい。いいですね優しいですね。そうめっちゃくちゃ優しい。なかなかないですよ。私が忘れて出てくるじゃない領収書もらうの。はいりゅうさんって領収書持っていかないとそうだとか。あ言っていいのかな。まあそんな感じですけど、えと人生送りバントさん。 うんえー、いいですね、うん、なんか私も誰かに送りバントされたい,い,いです、ね、私、みんなのことを送りバントしてんですよ。 ねえ、いいんですよ。それでもいいからみんなで私のこともしてみたいな押 <laughs> <laughs> します。はい、よろしくお願いします。お願いいたします、はい。ちょっとどっしりしてますけどね。なんかね。どんどんなんかね。太っていくことに楽しみを感じてるやばい。私でございますが、はい、あのー、なんだろうな。あの送りバントさん、どうぞ。末永いお付き合いよろしくお願いします。本丸、ね、今度行きますね。ってことは？ 沖縄というか沖縄の方なんでしょうね。そうですね。嬉しいですね。沖縄の方あまりなんかこう反応がこの頃あのコメントではなく直接言われることが多くて私 <laughs> あの番組終わると電話とかねあの本当あの。 あるんですよ、あの集まりいいろいろ。そこであのトークは面白くなかったとか <laughs> あのもうちょっとこう、ねね、滑舌よくしゃべれとかね、<laughs> あのー、やる前にもうちょっと、うん、あの腹から声が出せるようにしとけとか <laughs> <laughs> いろんな、ね、こうあのアドバイスというかしてきて。 というか説教というかあるんですよね。それをみんなが楽しみにその会に集まってるような気もしてくるというか、ありがとうございますよ。厳しいですね。ありがたい言葉ですね。そう思っておきましょうかね。え、なんですかね。あのじゃコメントの方ちょっと飛ばしてあの読んでる部分もありましたので、レイ君よろしくお願いします。はい。はい。ですね。マナミンさん、私も遅刻の常習犯です。仲間だな。 うんうち南地はだいたいそうですかねあ,あなんか言いますもんね、うん、なんとか時間沖縄時間うちの時間ああーそれそれですねはいはい人生送りバントさん地上波で一つかないでください一着ついてましたかあなんか一着ついて見えるなんていいな、うん、あのー、あのー そう見えました。した <laughs> みたいな仲いいだけなんですよ。あの本当あの三人仲いいよね。<人>あのレイくんの奥さんと最初あ違うや。同時に知り合ってレイくんの奥さんと特に連絡取りまっ、うん、ってるよね。<う>レイくんに連絡するのにミサトちゃんに連絡してるからですね。そう。うミサトの方が大好きなのでエリさんのこと。うん 嬉しいよ。よみんなも言ってもらえたら嬉しいな。うん、<laughs> <laughs> はいはい、えっ、ー、とジェリオンさん、はい、声だけでわかる？乗客っすね。 本丸さんのあれジェヒョン今度来たら行くよ財布は忘れずにはいですねえと「人生送りバンドさん今度行きますね」とこちらこそですとこちらこそ本当によろしくお願いしますで人生送りバンドさんてっきり占いの方かと勝手に思っていましたあ本職はそんな感じですよただなんか物は使わないというかあの外れない私外れませんから <laughs> <laughs> だからそう <laughs> ちょっと怖い,ってい、ね、なんか怖いのは何も出てこないんだけどね数字の何とかが見えるから何か月後かにこんなことがあるよとかね<ー>なんかこの辺で乗り越えられるみたいよだから今、心配しなくともぼーっとしてれば大丈夫とか今、焦っても答えは出なくてその時に出るから大丈夫よとか素直だから <laughs>。<laughs> 私の特に素直ななことみたいな、うん、素晴らしいそうで。自分に力がないっていうのも知ってるから <laughs> <laughs> そんな感じでございますよジェヒョンさん終わってからライブでダメ出し大汗あそうなのよねでもそんな時<ー>私はみんなのアドバイスを聞きながら運ばれてきた料理を片っ端から食べてます。みんなほら喋 <laughs> ってる時ってみんなは食べないじゃない。 食べる暇ないじゃない。喋ってるから。うんはい、私聞く一方だからそうですね。うんうんって言いながら食べてる。<laughs> <laughs> そうなんですか。そう。そんな感じですよ。はい。えー、っとヤーマンさん、ハイサイ。ハイ、はい、タイ待っておりましたよ。久しぶりでございます。はい。マナミさん、ぜひ私も占ってください。いいですよ。占うというか本当にねあのオッケーでございます。はい。ぜひいらしてください。あなんかね私この IWE 音楽聞くと。 なんかハッピーになってくるのどんなに落ち込んでてもほんとそうですね、うん、音楽って大切ですよねね、大切、うん、あのーれい君がこう元気になるうん、うん、あのー、曲って何この人の曲とか聞くと元気になるんだよねとか僕はオルタナティブが好きなんです洋楽でなるほどもしあったらそれ今日かけてよ探し出せってかみたいな顔したよね <laughs> <laughs> べた嘘つけて <laughs> 頑張りますは<ー>い <laughs> そうなんです見えちゃうんですよでもなんかね、うん、見えちゃって困るのって先週もちょっと話したんだけどなんかこうなんか嘘を頑張ってついてる人の心の動きとかすごそう,そう好きな人のなんか心の移り変わりとかがはい、はい 見えたときに、私どう対応していいのこれにって思っちゃう。<laughs> うん。見えちゃいますからね。そう、なんかね、見えちゃうんだなって、うん、今、あいる場所が変わったとかっていうのも見えちゃったりするとき。<laughs> なるほどね。なるほどね。うん、そういう時は、うん、嘘をついつかれてる程で話しするんですか相手に。本当、うん。お、ね、願いを込めてお願い嘘つかないで答えてねみたいな思いを込めて問いかける。 そこでうそつかれたときにはっていうなるほどねでもつく人ってとことんつきますよねうんとことんつくけどとことん見えるつけばつくほど嫌ねそんなのって気をつけよはいでも大丈夫よ大丈夫ですかよかったはいえなんかあのそう私ね逆にドドンって落ちる曲ってあるのよほう、どあの 私あの平井堅の歌聞くとどんなに元気でも落ちる、はい、あれは悲しいしんみりしちゃいますよねそうどんなに、うん、あの君はポップスターだっけっ、うん、あれ聞いててもだんだんなんかねこれから落ちるぞ的な序章が聞こえるというか、うん、<laughs> なんかねあの人の曲聞くとキャンさんこんばんは <laughs> 今日は真ん中分けでしたね <laughs> 似合いますねセンターの方があのー、なんかあの何でしょうかねうん、うん、ある意味キャンさんを見ると、うん、私あの人を思い出すんですよあのー、一世一世世代というか時代を築き上げたあのアーティスト安室奈美恵とかあとあなんか、うん、あのー、あ<ー>グローブの あの,あの人ですよ、旦那さん、うん、恵子さんの旦那さん、ん小室小室小室徹小室哲也に似てる、そう、そうなんでさ、あんな有名な人の名前が出てこないで、<laughs> こ,うこの周りから、<この S 1> こうどんどん迫っていくって、<laughs> もう普段からそうなのよ、私、<laughs> もう大事なところにたどり着くのが遅いから。 あの時期逃すことが多いね分かります自分の恋愛気づいたらいないとか <laughs> あれ私好きなのかもって気づいたらいなくなってる <laughs> 好きうん好き好き好き,好きですってあ,あ<ー>好きなんだって気づいた時に、うん、あれあれその人どこ行ったのみたいな <laughs> あれもうあれいついなくなったんだろうみたいな <laughs> もう何年がかりで気づきますからねうん相手次第ですよそっか相手エさんじゃない相手。 <laughs> そういうことにしては。<laughs> 相手が悪かったってことに <laughs>。その相手もいつ、いつのこのロロの話でしょうかね <laughs>。まあ、楽しい毎日送っております、はい。はい。えー、っとですね。そうそう、レイくん。れいくん、はい、が意外たくなるタイミングってどんな時。緊張ですね。緊張してる真っ最中。緊張してる真っ最中かきえー、っと、緊張するであろうことが起こる前。 あ居ににますするタイプですなるほど私ね逆なの全て解決してホッとした時に「胃が痛くなってくる <laughs> 終わった後ですか終わった後あああなるほどね、うん、でも最近なかなか「胃が痛くなるほど緊張はしませんけどね、うん、しなくなりましたね、うん、なんかね痛くなんだよねほっとした時に。 緩んだ時になるほどねうんあ、それ言っただけで涙が流れそうそこまでまあそんなことなですけどあれ今度なんかクリバントさん行ってみるって言ってたのなんかすごい状態というかすごい開始になってますねすごいですねすごい今度グルメレポートはい。ロケ行きましょうねすごいですね楽しそうですねうん できないよ、ああ、お <laughs> しい、うん、うまい、ああ、最高ーって言ってあと、こう自分がちょっと苦手なのになったらうん、うん、ああ、うん<笑><笑>すってすごい分かりやすい、嘘つけない嘘つけない、もうなんかこう、おでこ描き始めるのなんか、ちょっと苦手なものが出てきたり、苦手な人が来たりすると、るおでこ描いてる。はははいはいはい、はいあやばい、ね、言っっちゃった <laughs> 言っちゃいけないよね。そしたらバレるもんね、ああみんなに。うん、でもあ,あのオグデがかゆい時もありますからね。うんうん。うん、なんかね、<laughs> 外は限らないからね。<laughs> ありがとうございます。<laughs> 今日なんかちょっと蚊に刺されたかなとかな。<laughs> <laughs> <laughs> まあそんな困難でありますかね。そうそんなのがありますが、今かかってるのも曲が森山直太朗の、うん、どこもかしこも駐車場だね。 ちょっと面白い曲なので皆さん聴いてみてください。 あ,あなんか素敵な曲だねそうなんです僕ね声が綺麗な人が好きなんですどう <laughs> <laughs> 素晴らしい声ですね私も実は声にあの敏感そうなんですね声の素敵な人が好きうんわ、うんうん、かりますそうなんかねキーキーした声の人嫌いあ,そうあとちょっと息が抜けすぎる歌い方する人いるじゃないですか あ、ウーアとかウは好きなんですよねうん、誰だろなかすか歌う人いるよねいますねため息交じりのような歌い方、うん、でも愛は好きな「愛」とかあ「好き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 」いいよねそう、ちょっと際どいとこなんですけど、ね、息が抜けすぎるとなんか本当になんか気が抜けていきそうでなんか聞いてて <laughs> ある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  <laughs> なんか今あの山ちゃんからねお褒めの言葉があって「ラジオみたいだね」って ラジオみたいだねいいですねね<え>、うん、初ですよ私褒められたのいえいってかじ <laughs> やったねできればちょっとマイクんところに来て言って欲しかったなと思っ <laughs> 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 こっそりじゃなくて大きく褒めて <laughs> <laughs> みんなに聞こえるようにそう <laughs> あそうだ山ちゃん実はお願い事があるんだけどあのラジオのこのツイキャスとかさレイくんも画面に映るような感じに設定ってできます 難しいじゃあ皆さん、れいくんも見たい場合は、ユーストで見てください。<laughs> 以上ですって思いながらね。<laughs> <laughs> 見なくていいよ。<laughs> あのー、なんだろうなー、あの心が声に表れると私は思ってるの。えー、あううんうん、うんうん、なんかね、うまくそりゃなんかできる人もいると思うよ。なんか心と声を別にすることもできる人はいると思う。うんうん、なんかね なんか心が素直に現れてる声の人が好き。うん。いますよね。そう。で、歌も、なんかこう雰囲気で歌う人が好き。ああ、うまい下手とか。なくてそうそう。なんかそういう人に。はあってなる。はいはいはい。うん。まあ、その場所のドア開けたら消えるけどね。そう。あ、なんか送りバントさんから来てますね。来てますね。いろいろ来てます。はい。えっとですね。これが。 今度、あ、今度グルメレボート行きましょうのとですね。はい。でも、あー、オケバンドさん、でも思いますが、素敵な声だからといって、歌が上手いとは限らないんだなと思いました。あー、そうよね、本当、なんか。なんかそうよね。うん。うあとは限らない。ね、やっぱり心よね。うん、心です。愛だよね。心で歌っていきましょう。<laughs> その辺なら自信ある。そう。 自信あるな心で歌うっていうのはね、うん、そう最近歌上手くなりましたね。私あのさ、あのレイクのあのスマップのセロリの。 歌、セロリの歌。そうそうそう、でもセロリ、セロリですよね。セロリ、好き、なんかあれ。難しいね、表現。めちゃくちゃ久しぶりだったんです。あれ、うまかった。なんであれ、チョイスしたか、わかんないんです。けどうん、たですね。そう、歌詞も今に合ってるというか。本当です。うん、良かったな。あの、十一月にオフ会し、開こうと思ってるので、皆さんどうぞ、あの。なんとなく十一月の。 前半戦あたり開けててくれたら嬉しいなと思いますですね十一月なる大丈夫でしょ大丈夫ですこれからの準備間に合うよねうん、大丈夫ですふふふ、こわい今恋に出ましたねねーどこでやろうかなどこでやりましょうかカラオケボックスの一番広いとこでもダメだね、人の話聞かんねそうですね、ステージみたいなとこありますけどねだったら響きがいいんじゃないあ、ですねあ、いいじゃないですか響き貸し切ってうんうんうんね いいです、ね、うんやりましょう<え>山ちゃんあのさもしオフ会でそこで収録ってできるこれでしょ OK で, <laughs> でも上限あるけどさ <laughs> その辺山ちゃんの腹積もりでよろしくお願いします <laughs> あのあのそうね収録収録,収録そう収録 ねあのー、ね今、ちょっと山ちゃんとちらっと話したのがそのオフ会を収録をしてあのー、ちょっと次のラジオの回に放送しようかなとうん、うん、でも、それで面白いんだろうかみんなギャーギャわわーー騒いでるのに一部かわ、うん、からんどうしていいかこれからねっていきましょう,そうです、ね、はい、うん、あのリスナーさんにも参加型番組にこの番組はしていって。 いと思うのであのー、そうですねリスナーさんの声は愛の感じるものはどんどん,んあの流していきたいですね、うん、あなんか今日ツイキャスちょっとあのあれですねうん、うん、あのなんだろう反映されるのにちょっと時間がかかるというか本当ですねそのコメントが上がってこないあのやっぱり太陽フレアのせいあれねすごかったねどうだったあれあのー、携帯がもんとおかしくてうん、うん あのー、あれだった iPad の画面がぐる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 ししししまたたたたした。そう,、あのー、うちあのテレビじゃなくっていつも Hulu、うん、とか Flex、ね、で見るんですけど、うん、遅れが多かったですねあ,あのー、一国道さんっぽかったでしょうんなんかこう、腹話術の実際福和術それもありますしはははハって感じだったけど。<laughs> はい、あ、そうあとはあのあの時だったかな、うん、パソコンが消えないように設定されてるんですけど、うん急に電源が落ちたんですえでも、あのとって違うことをやってる時だあれ、恐ろしかった <laughs> 誰だ、怒ったのは怒ったことより誰が怒らせてたんだって感じですが <laughs> 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 あの私たち実はあのー、会社を経営してるメンバーなんですよ。そ、うん、そしてその ああのののいろんなこの会社あの私がやってる会社の中でのいろんな部門が分かれててうん、うん、その中で制作の部門があるんですね、コットンキャンディーっていう部門があって部署があって、うん、そこであの実は私の会社、れいくんの会社、うん、美里ちゃんのあのー、アーティストとしてのあのー、部門とかうん、うん、あと京都のあああののー、ななんて言うんんてうですかあのあれなんだっけステンレス。 ステンレスです、ね、なんかスステンレがス,ステンレスに見えないというかすごいんだよあれすごい技術です、ね。そうなんかね、うん、パワーもあるというかいろんな潜在能力がそれを置いてると引き出されていくというか、うん、あ私あの人の作品が好きで、うん、もう一目ぼれしてあのなんかどっちから FB 申請したのか分かんないけどそれで今回なんかやる時にあの立ち上げメンバーに。 そう時として「お前遅すぎる?」って私以上に遅くて怒られる人初めて見た職人さんって感じですねそうそうで秘めたものがねありますね秘めすぎてみんなに通じない時があってかわいそうだなと思ってそうですねもうちょっと言ってもいいよって思うんですけどねなんかあのなんだろう そんなおとなしくないだろお前みたいな。そうなんですね、うん。なんかいいやつだよ、<laughs> めっちゃくちゃ。うん。それは感じますね。うん、だって、私が選んだんだ <laughs> もん。<laughs> 違うの。みんなに頼み込んだ、集まってもらったんですけどね。<laughs> ねえ、ねえ、いい、ねえ、ねえ、いい、いい。ノートは言えないですよ、ね。そうだって、<laughs> イエスとハイ、は、愛しかダメよって言ってるんですね。なんか、こう。 話するときに。そんなね、あの、もう前もって、これしか返事はないよみたいなね。ある意味、恐、恐喝。恐喝。脅迫。脅迫。取り上げるんですかね。か何もと、取り上げない。愛だけ。愛だけを送ります。はい、え、高松真理さんからも来てますね。はい、高松真理さん、こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。今日はどんな一日だったですか。 はい、人生送りバントさん。はい。宜野湾市役所でオフ会して、二次会本丸行きましょう。いいですね。うそうすると、人数が限られてくるんですよね。うん。二十人いないぐらい。うん。あ、しまった、携帯機能忘れた。無視して、無視して。あそこだったら、十人の。二十人。二本丸ですか。そう、本丸は二十人ぐらいかな。いい数じゃないですか、でも。 でも私たちだけで10人ぐらいなんないそうですね私にれいくんにみさとちゃんにボスに山ちゃんにきゃんくんにあと誰いたあそうだえ、送りバントさんに高松まりんさんにまなみにやまんさんあときっとあのコメントは来てないけどあの中野町の和樹くんとかあとなんか。 言っていいのかどうか、いみっちゃとか、なんか、あれ、先週かな、コメント来てたの。 先週だったじゃないですかね先着20名にしておかないとちょっとまずいね、私たちも入ってるので、15名までっていう感じだね、でもそう考えると30人は行きたいですね、まずはね、本当は。じゃあ、みんなで痩せてこいって感じ、席取らないように、そういう問題ですね、いつにします、来年にします、じゃ忘れてたカウンターもあったから30いけるかも、きますちょっと窮屈だけど、窮屈だな。 二次会に本丸っていいですよね、うん、そうですよね。どうだろう、一次会本丸行って、その後歌いに行く方がいいんじゃない確かに、うん、まあ、一番しょっぱなら歌したら、誰も移動しませんよね。ね <laughs> もうそこでパイッ、はい、お開きみたいな、<laughs> でもみんなびっくりするだろうね、私、このこのテンションでこの感じだから、すごいのもんだろうなってみんな思うらしいの。うん、あー思いました。 あ、初めて見たときはウイスキー好きって言ったときはねおおとか思ったけどあガンガンいくんだろうなみたいな行かないんですよね行かないっていうかコスパいいでしょいいですねいいウイスキー2杯ぐらいでごちそうさまみたいなす素敵な飲み方ですねありがとうございますあ若いうちはどんどん若い頃から飲めなかったけどねはいえそうなんですか ここ今日もなんかいろいろ楽しくあのー、時間は過ぎておりますが、うん、あの今日の50分から7時50分から、うん、そうねあと10分ちょいねテーマに入っていきたいと思います虚しさを感じるとき、うん、さを感じてるとき感じてるとき感じてるのかな感じるとき多分感じてると思うよあ、うん、キャンさんがおいでなさいますよはいおいでなさいますよ <laughs> 日本は合ってるねこれ はいお疲れ様です。ですあのキャンさんの声も拾えるようにしといてくださいね。はい。あ寄ってて寄ってて寄ってて。はい。ぜひぜひ,ぜひぜひぜひ。あのー、今あのー、あれです。あのー、山ちゃんとキャンさんがあのーうんうん、交代しました。あのー。 1> 1時間限界ななのかな <laughs> 違うよね <laughs> 先週ちょっとねあの楽しかったねっていうことであの平均年齢私上げちゃうのであの <laughs> ちょっと下げる意味でも <laughs> 若いトークを。 どうしても私喋るとレイく遠慮して私についてきちゃうからあのキャンさんのねこう若いトークとエネルギーでみんなでちょっと楽しくももうね盛り上げていこうかといいですねいいですねいいですねいいでしょよかったね楽しくなりますねキャンさん来たらねね先週の引き続きみたいなそうじゃあ続きまいりますみたいなねあのヤムちゃんはヤムちゃんでまた面白いしねそうあの安心感が本当半端ないですねああそうだなんかさ虚しくなることっていっぱいあんだけど今日のテーマ虚しくなるときなんだけど あのなんだろうなあれそういえば虚しくなる時の曲って決めてたっけえっと一二ですねそっか、うん、虚しくなる時のこんな曲よねっていうイメージの曲があったらどうぞ皆さんリクエストしてください,い困るのはレイくんですみたいな <laughs> <laughs> い、えー、えーとテーマの方に入った時にメールも届いてるみたいですねありがたいことに、はい、チェックしてみますね、はい、あもうありがたいですねどうぞ皆さんどんどんどしどし めちゃくちゃどんどん。めちゃくちゃどん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 ,どんどしどし。いっぱいたくさんどうぞあの思ってることをお寄せください。あのこちらで読んでいきますからね。はい、はい。今日読むのはレイ君とキャンさんが読みます。ますあでした。この画面から字がなかなか見えないのよ。あのクラシックアイだから。クラシックアイだから。だ,からだんだんクラシカルになってきてるからね。そうですよ。はい。<laughs> はい。素敵なこと <laughs> あのフランスでは女性は60からと、うん、私の考えも女性は60からと思ってますので、うんうん、まだまだ準備期間が12年ございます。そうですよ。はい。僕も思ってます。はい。あの女性は本当に40、50、60それぞれ再スタートするんじゃないかなと思ってます。ね私ね60なったらこんな感じでいたいっていう女性像があって、うん、あのキシケ が好きで,<ー>で,でも、ね、草笛光子も好きでって言うとみんなえ誰,だろう誰だろうって思うだろうけど <laughs> なんかこう真っ赤なマニキュアを上品にあのつけていられる、うん、そういう装いができる素敵な女性になりたいの年 <laughs> を重ねてから真っ赤な色を上品に着こなす女性になりたい。いいですね 好きです。そういう女性。でもね、私の周りの人が私を赤、私が赤をつけるときって警戒心バリバリっていうのを知ってるから、年取ってから警戒心燃やすのかみたいなね、きっと思ってる方もいると思うんですけど、まあそんなそんなのは年取っていくにしたってこう消えていくと思います。私警戒心今ないですから、本当このみたいな。今の唇はキツイですけどね。ありがとう。なかなかピンクに合ってませんよ。この合ってる？うん。うんてしか言えないよね。 ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> 褒められたら嬉しくなるエリューです。みんなもそうでしょう。褒めてね。はい。ええ、そんなこんなんででございますが。あのー、あ、送りバンドさんから来てますね。はい、送りバンドさんから。はい、落ち込んでる時に、無音の部屋で体育座りしてミスチル聞いてたら虚しくなります。ああ、ミスチルもきゅうキュンってくるよね。ますねミスチルって私たちの年代だけど、どう、き、来たりしないでしょう。 あ、おし、お仕事柄ね。あ、そうでもなく。うん。そうなんですか。キャ、キャ、キャ、キャンさん。あらまあ、そうなの？あらまあ。おな、おい年ではないか。で、くいくつだっけ？三十一です。八十五年です。あ、八七年。あ、七年。あ、あ。ええ、そうなんだ。寝ません。 しっかりしてますねなんかさあの不思議だって思うのが、うん、人って年齢を聞くと年齢で人を見るじゃない、はい、私、あれって不思議だなと思うのアンケートとかでも女の人たちこの頃ろ男の人も増えてるけど、うん、年齢を書かない人とか年齢をさ最初に、うん、最後に書く人が多いんだけど、うん、私、年齢最初に書くのねんなんかさしっかりしてるように見られたいんだはず。<laughs> <laughs> ででも不審に思うのがいくつって言ったらいくつで見られるわけ。なるほど。うん。ででも年を言わないとわかんわかんないというかその人の感覚で見るわけじゃない。はい,はいはい。そうすると大概タメ口でくるねみんな。はあ<ー>。うん。なんか納得してるみたいなん。<laughs> <laughs> なん, <laughs> うんそうなっちゃいそうですね。<ー>あなんかそんな感じね。確かにそう確かに。かね。 いやいや雰囲気というかあのオーラとかエネルギーが若いね覇気があるからねうんいいと思うねどううななんだろ27ぐらいって言っても OK24 でもいけるいやややいいけるいける本当ですかうん私何日迷ったか17って言ったんそれは言い過ぎですすいませんだからなんかねなんかこう年齢ってなんかこう 数字で言われたらそれで判断しちゃうところが寂しいななって思うの、うん、なんかあの見た目年齢と、うん、なんか内面の年齢とうん、うん、あとなんかいろいろあるなって私思ってて、うん、なんか私ねあの若く見られたいとは思ってないわけ若々しくありたいけど若く見られたいとは思ってなくってあの なんかね無理してんなっていう痛い感じにはなりたくないというか、ねそこに甘んじたら太ったのよ。まずいな。はい。確かにそうですね。年齢じゃないんですけどね。もうなんかね楽しい。あれ出張のキャオンくん。あらまああらまあ。じゃその分ヤムちゃん喋ってよ。 <laughs> んみんな山ちゃんの聞きあ,あ,あのー、あのー、あお疲れ様です声聞きたい方はどんどん山ちゃん喋ってとコメント入れてくださいはい <laughs> そうなのよねうんうんあコメント来てますねはい来てますね高松マリーさんその前にジェヒョンさん、はい、品のある熟女って素敵ですねなれるでしょうか <laughs> 高松マリーさん草笛さん,さんかっこいいですよね、うん、かっこいい 女性って貴重じゃね貴重よねかっこいいかな私かっこいいですよかっこいい綺麗なかなか見ないですね山ちゃんの表情全然動いてないちゃんおかさんはい私はエリウさんには丁寧語で話しますほうそうだったっけかうんあそう 丁寧語丁寧丁寧後ですああそっかありがとうございますじ、うん、ゃあ岡さん <laughs> 17トンチン館が出てきた <laughs>、えー、そこがね可愛い,いとこですからねリュウさんの <laughs> ありがとうございます <laughs> 許してくれる人大好きじ <laughs> <laughs> ゃあ岡さん一郎喋りなさいって <laughs> はいジェヒョンからも来てるよ、はい、山内様ってねあ本当だ声を聞かせて はい。ファン多いですよね、まんさん、ね。多いよ、うん。ね、高松マリーさん、かっこいい。わ、え、これ、私にかな、それとも。山ちゃんにかな。二人に。あ、じゃあ、れいんもで、みんなに。はい。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。<laughs> <laughs> いやー、そんなこんなで、えー、なんかね。むなしいっていうところから。むな、うん、しいときっていうこうだよね、あだね、ねって言いながら、あのー。 テーマのちょっとちょっと番宣しようと思った前もって宣伝しようと思ったら違う話また盛り上がりましたがすませんでした今日ちょっとのスタジオに入る前すっごい風だったじゃないなんか台風の影響かなんか知らないけどその時になんかあのポロっと私がこんな日はおでん食べたいんだよねって言ったらえおでんなんですかってレイ君はそんな風の強い日とか何食べたくなる 台風っていくいう感じだったので、台風の日はあのー、あのー、なんだ平家地あ、って言うよね。そうと茶そうめんチャンプルですね。そうだよね、なんか言うよね。うん。うん、なんかをよく聞く。それかもう、うん、ポテチにジュースにみたいなもうパーティーって感じです、ね、そうだよね、そう言われてみると、うん、台風ってなると。 うちもその時ばかりはカップラーメンとか買ってきてちょっとお高めのうちカップラーメンとか禁止なんですよインスタント食品がでジャンキーなお菓子も普段禁止なのにその時ばかりはもう家族バーってスーパーに散らばってもういいと好きなものをとにかく買ってきなさいともうあのカートに2段こう缶を乗っけて各自欲しいものをとにかく買いあさるとで、蔦屋に行って DVD も,も。 これでもかっていうぐらい借りてた。でも今ネットフリックスあるので。そうなんですよね。それで。そうでもネフネフレックスはあのあの風が強いとあのじらじらするんですよね。あ本当？いやまだあれつけてから台風になってないから。あ本当です。気をつけてください。わかった借りてくるやっぱり。僕はあのアマゾンです。アマゾンでダウンロードしておきます。プライムメンバーなので。 あ、そん…え、今度やってオッケーです今日さ、なんかさ、KDDI から電話が来たの <うん S 1> お昼ごろ <はい S 1> 今度1月までに今の使ってるなんとかが使えなくなりますと<う>んふんふんって<う>んで、それのなんとかがなんとかでって <うん S 1> どれのこと言ってんだろう線がなんちゃらでとか言ってけど全然わかんないわけでしまいになんかそこに宅急便の人が来てすみませんちょっと待ってもらいます宅急便来たのでって言って <うん S 1> で、今度住所確認したら、うん なんか au とかは住所変わってたんだけど KDDI が変わってなくてそしたらこのおばちゃん切れちゃってなんか知らないけどそしたら私もなんか一緒にちょっとイラッとしてちょっとイラッとした態度取ったの。 大人な対応に変わってでそこで私、言ったのはすいません正直言って今まで言われたの全部わかんないんですと何言われてるか5分後に息子帰ってくるので5分後に電話もらえますかって言ってだからそのおばちゃんが5分後に電話をくれて息子にそれを言ってなんかそしたら電話3分ぐらいで終わってただだったん今の。もうわわけかんんなないいそ感じでござます うん。うん、てなわけで、はいあのー、50分過ぎましたので、はい、一息ついてテーマにいきたいと思います。はい ーテーマに入っていきたいと思いますなんか虚しさを感じるときんかさ虚しさを感じるときってやっぱり寂しい風が吹くよねどんなときなんか虚しくなったり寂しい風が吹いたりする喧嘩した後とかあーなるほどね、うん、やっぱり一番はね好きな人とお友達と親と。 やっぱり相手が誰でもか相手が誰でもやっぱり虚しくなっちゃいますねなんで喧嘩したんだろうみたいなね特に仲直りしなかったときうーんうーん,なんかさレイんは喧嘩したときやっぱり喧嘩すると感情が高ぶるわけじゃない、はい、そういう時どうするうーんとえっ、ー、と結構抑えてます自分の中でだよねあなかなか高ぶらないですねああ私は爆発させる方うん なんかバーンってなんかね爆発させない時もあんだけど、うん、あこれは限界でしょと、うん、いくらなんでもこれはちょっといけないでしょっていう時に、うん、あのー、もう1人の自分はもうちょっと抑えててもいいかなと思うけどいや、うん、いやいや、そうではないっていう時はもうレッツラゴードンがいようと何しようと。<laughs> <laughs> あのもう、お前なーみたいなそうですね、<laughs> なかなか面と向かって喧嘩ってないんですよ。はあ、なんか相手がやっぱりメールとか LINE とかメッセンジャーとかで、うん、あの本音を言ってくるんですよね。えー、そしたら私すぐじわきとるよねえ<ー>、うん、何こんなんでやってんのみたいな<う>ちょっと面倒くさいからはい話するよみたいな <laughs> そうしようかなと思いました。 ああののすぐあの私ね、ね嫌な時間が長いのって嫌なのよだから、喧嘩してたとえ感情的になってても、うん、早く解決したいタイプで逆に感情的になってるときって余計なこと言っちゃうから嫌だっていうのもあるんだけど、うん、いやいや余計なことも,もあろうがなかろうがまず全部吐き出してくれと、うん、相手に対してもでそこから一個一個解決していこうって。言ったら 言われたら、うん、ちょっと待ってそこで1個まず1個それでやろう、うん、って言って1個1個止めていきますねなるほどじゃないと2つも3つも言われたら結局何言われてるか分かんなくて解決できないから話ずれちゃいますからねそうそうそう、うん、だから1個ずつ無理やりでも止める、うん、なるほど、ね、うんいいですよねいい喧嘩の仕方ですあのうちの母親が喧嘩は手をつないでやれって言ってた人だわけそう 距離を作って別,場別の場所にいるから仲直りができないんだってなるほどねそうケンをしたら絶対手をつなぎながらしなさいって言ってたねへえ<ー>、うん、話したら特に女の人は気持ちが離れるよって、まあうん、確かにかね確かにそう言ってた僕も美里と喧嘩はしないんですけど、うん、こう お互いイライラしてての話し合いの時は触るようにはしますどこか体の一部をあそうね今気づいたらやっぱりそれって大事だよね大事ですね伝わってほしいからこそねやっぱりそう思いやりがあるとやっぱりやってるんですよねそうしないっていうことは思いやりがなかったんだって今ちょっと反省点ですねなんか意地張っちゃうよねなんかあの 私が大好きだった人大好きな人うん、うん、そううなんかこう人として大好きな人って表現すればいいのかな、はい、その人この名言だなって思ったのが、うん、あのなんかねその人がねあの両方いじ張ってたら仲直りってできないんだよって言われたときに。うん あ本当だーって思って、おうおう私ってそうなんかこうなんか言われるとあーってすぐなるタイプで、はいはい、その怒ってるあれもポンってこう沈んじゃうっていうか収まっちゃうのね。へ<ー>なんかこう喧嘩してる間でもこれってこうであーだよなっていうこう考え。 じゃないこれって何からきてんだろうとかそうするとどんどん冷静になってて <laughs> あごめんちょっと話違うんだけどさ今気づいたんだけどさとか <laughs> 言っちゃうから相手はえって思うよねきっとね <laughs> なりますね、うん、なんでお前急にそんな話みたいなそれオッケーな人もいるしすすげー嫌う人もいますよ、ねね、いまねると思うなんか俺のことバカにしてるのかとか思うだろうけどうん、うん、私基本は人をばにしないので、うん、はい。 そんな感じです。ちょっとここでコメントを皆さん入れてくれたのをちょっといきますか。オッケーです。はい、えっと高松マリーさん、はいえーと「TM レボリューションの体が夏になるってやる」おお<ー>、うん、なるほど。えっとちゃんおかさんイラッとしないでください。 なるほどね。そうですね。はい、イラッとしないようにします。イラッとさせないでください。はい、つかぴーさん。はい、こんばんは。お久しぶりです。はい、体調どうですか。ちゃんと食べてますか。寝てますか。はい、人生送りバントさん。はい、一人でエンダーで食べていたら、隣にカップルが来ると虚しくなります。あ、そうか。あ、そっか。ああ、なるほどね。うん。 あの僕でも一人で買い物、うん、いつだったかな、うん、いつも一緒に買い物行くけどたまたま一人で行ったんです、うん、そしたら見渡す限りカップルだったんです、うん、やもう寂しく虚しくなりましたねああそうなんだ、うん、あんまり気づかないんですけどね、うん、見事にカップルだけでしたへえー、私どうかなああんまりそんなのは気にならないかも。 幸せな顔を見ると幸せになるって感じそう人の幸せな顔を見てるとうあいいなぁ私もーとかね思っちゃうタイプなんか私だけなんでとかっていうのはあんまりないおー素晴らしい私もーこれからだぜとかねおーなんかねそんな感じジェヒョンさんはい。虚しくなるとき意地になってホルモン屋行って一人焼肉を強行したとき私一人焼肉やってみたい いやこれはしくななりますすかかね僕好きですよなんかさ自分のペースで、うん、好きなお肉食べれるからなんかいいかなと思うんだけど、うん、私ね、ねお好み焼きと焼き肉ができないの。一人でなんかね子供がちっちゃい頃は私が焼いてあげないと危ないからと思ってたけどうん、うん、子供たちが56年生にもなると、うん、焼き肉デビューしてくるわけじゃないトングもってでだんだんそうやって育ってくるもんだから。うん ましてうちは私と子供たちしかいないから母1人子4人みたいな <laughs> でもちろんそういうのを子供たちが自覚してるのが私よって。 頼りにしたら危ないと思ってんのかあのみんなこうどなんか自立してくれるというかえやってくれるんですねやってくれるやってくれるだから焼肉屋さんとか冬とか大好き鍋になったらもう子供たちが全部やるもんあなるほどねいいですねいい。そういうの好きです僕もおいでおいで仕切ってほしいですもんそう。だからなんかねあの一人でちょっとなんかこう大人な感じでちょいと一杯日本酒をなんて感じで やってみたいけど、なんかね、あのー、まずお金払えるところからうん、うん、みんながあだ,だこだ言うので、ちょっと一人やってみたいのジェヒョンかっこいいんじゃない？に、うん、かっこいいですね。うん、やるんですね。ねえ、うんえー、同じくジェヒョンさん、はい、とにかく牛ホルモン食べたいのに共感を得られず、もういいってやっちゃいます。<laughs> 何？あのじゃあ別にこうね焼いてるところで、じゃあ僕はこっち側で焼くよ、君はそっちで焼いてねみたいな。うんうんうん。 私牛ホルはそのまんまがちょっと苦手でだけど牛ホルをあのあの人に教えられたの、うん、あのー、アニマー兄貴ほうほうアニマー兄貴がなん、あのー、前一緒に番組やってたことがあって、はい、であのー、FM 講座でね「マジムン大作戦」っていう番組やってたのよ<ー>で私なん,かなんか仲間に入れてもらっちゃったりしちゃったもんで、うん、そしたらみんなすごいのよトークが。で あの本当にラジオだっていうのにこれがねとかあれがねそれでねみたいな話を <laughs> おい、エリュさんやこれはラジオなんだぜって言われて <laughs> あ,あごめん何がみたいなでそのよく番組終わるとみんなでご飯食べに行ったりしてたんだけど焼肉に行った時に私牛ホルいいやって言ったら、うん、俺に任しておけって牛ホルを蒸し焼きにすんの <laughs> 網の上で。 最初はうんこうやって焼いてで、これが焼き上がる頃にわかめスープを頼むんだよって言ってえっと思って今だ頼むんだって言われてわかめスープくださいって言ってで、わかめスープが来たところにそこで蒸し焼きにした牛ホルを入れてくれてそこにちょっとだけキムチを入れて食べてごらんって言われて好きになったのそれは美味しそうですね美味しいやってみたいあの人ははね、食に関して 素晴らしいいと思ますはっきり言いましたねすごいと思うすごいですねでなんかねすき焼きの仕方もすごいらしいよすき焼き美味しい食べ方ですかなんかね路人人なんちゃらかんちゃらすき焼きなんとかって老人がやったすき焼きのやり方でみんなに食べさせたりしてるらしいだからアニマー兄貴の今の彼女は幸せだと思ういいですねもちろん料理しそうな感じですねねえねえ まあ、お呼ばれしませんでしたけどね。はい。はい。ブルガリさん。はい。昨日は待たせたな、俺。はい、待ってたよ、ブルガリさん。お疲れ様です。お仕事、お疲れ様でしたね。はい。人生送りバントさん。はい。子供4人はすごいですね。そうなんですよ。なんか同盟結んでんですよね、うち。同盟。なんかこう、子供と。 親っていうよりも、うん、それは親の時もあるんですけど、うん、はいはいみたいな、うん、ちょっとあなたたちねみたいな時はあるんだけどあの何だろう同志みたいな感じ、うん、一つのチームみたいな。いい素敵、うん 理想でですねこのチームの監督はねって言った瞬間、うん、それは俺だろうとかみんなが言い出して <laughs> いやお母さんじゃないのってっお母さんはある意味スポンサーとかそんな感じでね、うん、あのやっておりますがだからねなんかみんなに子供四4人って言うとうん、うん、誰の子ですかって言われること子供四4人いるようには見えないって言われる、えー、なんでしょうねやっぱりよそ言ったら子供四4人とか5人いるお母さんって。 こう母ちゃんって感じじゃないあのちょっと疲れ気味お疲れ気味をやっぱり隠せない人は多いですよねあそうなの、うん、なんか安定感ある人なのかなと思ってたこうどっしりしてああなるほどね、うん、安定感ある人は4人以上っていうあそっかうん、なんかありますね想像がイメージがなんかねよくみんなにびっくりされる私もびっくりすることがある <laughs> あいつの間に4人って思って <laughs> そうなんですね もともと子供はたくさん欲しいと思ったんですかああ私どうだったんだろうなんかあのー、子供は人が好き、うん、人が好きだし子供好きだし何んん、うん、だろうなな,なんて表現していいかわかんないだからあのよくみんなにはって言われるんだけど、うん、私ねこの 宇宙というか世界に存在する人全部自分の子供だと思ってんのお,<う>おじいもおばあもよそんちのお父さんもお母さんも <laughs> いろんな人全部自分の子供のように思ってる <laughs> 優しい心がい方です、ね、なんでって言われるとなんだろうんか私みんなの母ちゃんみたいなふうに思ってる勝手に優しいなあんかねそんな感じそう思いますけどね素晴らしいうん、うん ちゃんおかさん、はい。私は一人焼肉は問題なくいけます。なんか似合いそうよね。うん、似合いそうですね。なんか素敵すぎて、あのなんでしょうか、なんだろう、話しかけちゃいけない感じがするよね。絵になるので。絵になるね。うん、遠くで見てますね。ね。おーみたいなね。そう。あの無駄に喋んないで食べててって言いたくなるよね。うん。うん。そのままで遠くで絵になってこうみんながそれを見ながら。 ああいいねってそんな感じでいてほしい方ですよねいてほしい方ですね褒めてるんですよ <laughs> 褒め方下手かな私 <laughs> うん、うん、大塚賢治さんはい。こんばんは埼玉からツキ,、えー、キャスで見てますはいお久しぶりですね午後二週ぐらいいらっしゃいませんでしたねお疲れ様です<ー>どうですかそちらには綺麗に映ってますか <laughs> はい。同じ大塚賢治さんおー素敵お小遣いお願いします あーなるほどね<あ>これぐらいの年になったらお母さんはみんなにお小遣いをもらう方うかもよ。ちゃんおかさんあざーすしかししゃべるよ。だよね面白いですからね面白いよねもう,もうネタが半端ないですねえ、うん、どっからどこまでっていうぐらいいろんなことをしゃべるよね、うん、面白いはい、うん、人生送りバントさん一言一言に説得力がありますよね。 私かしらさんですよ私説得力あるありますよ説明する力がちょっと弱いけどそうですかなんか今んじゃ分かんねえよってよく言われるよねみんなにそうですね否定はしないけどでも毎回ではないですあそうよよかったなじゃあここでちょっとメールが来てるみたいなんでそちらの方お願いしてもよろしいでしょうか OK ですえっと今日のテーマ「虚なしさを感じた時」 えっとふと寂しくなった時孤独を感じた時夜寝る前や休日などふとした時孤独は忍び寄ってきますその孤独感や寂しい気持ちは虚しさからくるものです私は何をやっているんだろうこのままでいいのだろうかそんなことを考えた時に人は無性にやるせなさを感じるのではと思います暮らしの中で虚しさを感じないためには何々日を楽しむな ことが大切です生活の中に楽しみがあれば孤独も嫌なものではなくなりますお一人様生活が寂しいと感じたときに私の友人が孤独感を解消する方法として若い時に実践したことをお伝えします彼はあまりにも寂しくどうしようもなくなって一人アパートで仮装家族ナビをやり始めて孤独を紛ら,わしそう紛らわそうとして誰もいないのに「お父さんうまいよね」とか お母さんこの子はどこで買ったの?」とか弟や妹役も出てきたりでそこそこ一人で堪能していたらしいある日別の友人がその友人の家のそばに来たので夕飯でも一緒に食べようと寄ることにして手ぶらではなんだか気まずいと思う食材を買っていったようです友人の部屋に着いた別の友人は何やら中で楽しげな会話が聞こえてくるのを感じました ドアをノックして友人が出てきたときに別の友人は誰かいるなら帰るけど食材買ってきてしまったので使ってと伝えたら友人は一人だから上がってよと別の友人に言いました上がってみるとそこには友人以外に3人座っていて別の友人がなんだ家族が来ているじゃないかと言って友人に言ったら友人はいないよ一人で鍋したところというではありませんが再度別の友人が食卓を見るとそこには誰もいませんでした 友人はいつもの仮装家族鍋をやっていたそうなんだがいつの間にか目には見えないけどそこに誰かが座っていたんだね一人じゃなくてよかったねそんな虚しいけど怖い話なんか先週も何々だけど、えっと、怖い話ってやっていたねおしまいうん、<laughs> なんかちょっとキューンってくるのと、うん、逆に私はこう <laughs> ちょっと途中虚しくなって悲しくなってたのと、でもさ最後はハッピーエンドというか、うん、みんなそうね、うんうん、まあそりゃそうだよね。でもさなんかふ今なんかこう逆にむ虚しいなって思ったんだけど、私そういえばあの一人暮らししてた時まだ一人暮らしをしてた頃、いつもテーブルの上に鏡を置いてた。 ほう自分の顔が見えるようにそうなんかどっかしらやっぱり寂しかったのかな、うん、誰何だろう結構なんか仕事朝早くから夜遅かったりとかして、うんうん、あのサービス業だったから何、うん、て言うのかなやっぱり人の幸せに寄り添う仕事というかうん、うん、あの美容師というか、うん。 美容師だったのね、ではい、ブライダルにいたので、はい、やっぱりこうそういうのに寄り添うわけじゃない、うん、ドレスの、あのー、お試しに来たりとか、教会とかいろんな場所を選んだりとか、うんうん、そうなると、なんかなんていうのかな、いつも人と接する仕事だから、お家に帰ってくると、ある意味、ほっとするんだよね、うん、なんか力が抜けるというか、うん、そういうふうに思いながらも。うん なんかやっぱりふと寂しくなるというかうん、うん、なんかあれっていうものが私の前にいつも鏡があったのかな<ー>それとも育ってきた環境なのかなちょっとその辺はまだ自分でも分かんないけどなんかいつも。 鏡を見てた気がする。決してナルシストではなかったというのだけは言っておきたいけど。<laughs> うん、ねちょっと聞こうとしました、うん、今読まれましたね。そう <laughs> ナルシストではなかったな。まだに <laughs> ちょっとそれ気味になってもいいのかなって思うんだけど。うん、うん、ちょっとねその辺はかけてるな。うん、<laughs> そうね。いやでもそうね。うんあの僕も基本一人っ子だったので。うん,う,んうん。 おままごと的なことは大きくなってもなんかやってましたね、うん、一人会話みたいなわかるわかる、うん、だから何かこうさ今日のこのメールを聞いてて読んでもらってて何かどんどん深いところに入っていくんだよね誰もが感じてる孤独みたいなだってあの一人暮らししてなくとも別に天涯孤独じゃなくとも、うん、逆に家族の中にいても 孤独を感じる時ってあるじゃない。うん、ありますね。なんか、あ、自分が思ってるの、そんなことじゃないのにとか。そんなことを言ったんじゃないのになあとか、こう、自分だけこう浮いちゃう時。うん、で、別に会話してるわけじゃなく、こう。家族がいて、なんかそっちだけ楽しく見えたりするときとか。あ<ー>で、なんか、き、例えば。 兄弟がいて、うん、その子のことだけみんながこう心配していろいろ話してたりとかうん、うん、いつもこのパターンよねとか思った時に虚なしくなったりとかなるほどあでもそれ聞くと僕は逆ですけど、うん、あの義理のお姉ちゃんから、うん、あのの自分を中心で生活してたよねみたいな感じがいた時はうん、うん、逆に虚なしさを感じましたなつもりなかったのになーってまり こんないろんなところから話が出てきて感じるのは虚なしさって伝わってなかったよね伝わってると思ったのにっていうところから風が吹いてくるのかな。なんかそんな感じしますねこの 相手と自分のずれてしまったこのずれた隙間から吹く風がなんか寂しくなったりするのかなギャップですかね、うん、気持ちのギャップ、うん、伝わってなかったところそうよねうん確かにそうだよなんなんかうんふって寂しくなる なんかさ例えば、うん、なんか自分はそんなつもりで、ね、やってんじゃないのにちょっとあなたと私は違うよねとか言われた時にえ、うん、まだ私の何もあなたに聞かせてないし喋ってもいないしあなたはだつ私のことしん知ってないじゃんっていう時にあなたと私は違うわって言われた時に、うん、ってなんともない顔してるけど、うん、えーってなる。 なりますよ分かってないのにってなるうんそうなるなそうねありますよねじゃあちょっとコメントの方いきますはいえっとじゃあ岡さん今日はすかったかそんなことないよなんかじーんとじわじわと来る来てるなんか考えさせられるなってうん最後あ なるほどねってやっぱりなんか思いっていうのは引き寄せるじゃない、うん、だからやっぱりそういうのってあるよねってうんまあこんな話するとなんだけど引かれるかもしれないけどやっぱり「無理助けて」ってなったら大勢の人が「助けに来るもんね」って言ったら「はってみんな言うかもしれないけど私はそう思う、うん、だからやっぱりこの仮想家族 なんか最初はそういうタイトルでこあのー、メールくれたんだと思うけど、うん、なんか深いなって思った、うん、すごくうんいろいろね、うん、あの別の意味もたくさん込められてるのは感じましたよ<え>、うん、なんか深い、うん、なんか昔のお友達のことかもしれないけど戻れるならその場所に行って飛んでってギュってしてあげたくなった。うん そして私の箸どこって私の箸どこって言いながら食べるでもあのストーリーの中でやっぱり友人も別の友人が来て一緒にご飯食べようってあそこも素敵だなと思ったんですなかなかそれする友達っていませんよあそう私結構休みの日とかいろんな人集まってたいいですねうん独身の頃かなぜかうちに来てみんななんか「んかみちゃん」みたいな来て。 なんか、「いいとか、いいって最初に普通電話をよこして言うんじゃないのみたいな <laughs>、うん、いいとか来て友達も連れてきたんだけどーとかって<ー>全然知らない子を連れてきて<ー>この子可愛いでしょーって女の子が女の子を紹介して <laughs> でそれって好みだよねって心の中で思いながら可愛いいねってね <laughs>、うん、言いながら。 なんかうんうんって言いながらうん、うん、知らない友達がどんどんこう増えていくというか私のアパートに集まってる感じどうん、うん、なんか今まあなんか来るならどうぞって思うけどうん、うん、あの 私よく分かってないかもしれない。だって私友達に向かって私友達いないからって言ったら、突き飛ばされたことですね。えあなた友達なのとか。そんな感じです。ははいちゃんこさんではご飯いきます。はいおいしいもん食べてきてくださいね。でもちゃんとあのちょっとねイヤホンしながら聞いててください。はいはい。大塚健次さん。はい。メールの孤独の人友達いるか大丈夫なんだろうな今は何してるのかな。 ねね何してるんんだろううンジさんはどうですかお友達とご飯食べたりしますねえ、はい、高松マリーさん、はい、エリゆウさんにもそういう時代が生まれつき自由人かと。えそういう時代ってど、どうど <laughs>、ね…私あ、あのね、そうなのよ、私ね、すっごいなんかこう、あそう、前もちょっと聞いたことあるんだけど、私、どんな風に見えてますって。 聞きたいんだけど、うん、それ結構みんな面白いこと返してくれて <laughs> なんかみんなに私どんな風に映ってんのかなってそうみんなに結構自由時に見られるの、うん、そう行動力ありますもんねだってえ嘘そう、うん、ありますよどこどこ行こうとか嘘いい、うん、結構決断も早いですしそうなのねだから、うん、<laughs> <laughs> まあねあ<れ>そうねだから、うん、私と子供たちみたいな <laughs> <laughs> 最高今 <laughs> <laughs> だってね、<laughs> 4人目のおちびちゃんがお腹にいるときにもう1人だったからうんそうで、うん、そ,そんなそんな状態で大丈夫なのって言われてこんな状態でもうん、うん、<laughs> で、みんなが <laughs> えー、大丈夫なのとかそのなんか11月の20日頃におちびが生まれたんだけど。うんうん あの12月に入って冬休みに入ったら長男のお友達がみんな来て<う>あのー、お一軒家だったのねおうちの全部をお掃除してくれてみんなで手分けして、はあ、そうであのー、私のことを姉さんって呼ぶ。 子もいて息子の同級生がね「<laughs> 姉さん」って「掃除機終わりました」とか「おいおい」とか思いながらでなんかちょっとこの冷蔵庫の向きとかだと大変だと思うので向き変えておきますねとかうみんなやってくれて「んだお前たち」みたいなもうその子たちが中小学校幼稚園の頃からよくお泊まりに来たりとかあのよくしてたんだよねでみんなと一緒にご飯食べに行ったり泊まりに連れて行ったらなんだかんだ遊んでて。 で、なんか同級生のお母さんたちがえっ、てそんなに子供好きなのって,えってうちの子にぎやかだから多少増えても関係ないんだよねとか言いながらな <laughs> そんなのでみんなや,りやってたから、えー、そうなんで,す、ね、そうでちょうど成人式の時に宮城と沖縄に別れてたのでうん、うん、長男とで、沖縄から宮城に行った時も、うん、なんか成人式で会ったらもうやっぱり変わってんだよね、みんな<ー>女の子なんか分かんなくって。もうそうううそでしょうねそ<う>、うん 変わりますよ一番アゲハに乗ってるような感じのいでたちでわおって思ってうっそ、あの子なのはもっと可愛くなってる写真撮ろうとか言いながらなんマスターのお母さんとか言われてふふとか言いながらみんなと写真撮って素敵ですねだから一応準備してったのよ、みんなきっと。 みんなと会うだろうなと思ってお祝い、封筒にうん、うん、で配っていって一応名前は入れないでいったの間違うとこもあるからみんなこう配りながらなんかいいなって思いながら、うん、もう私の息子娘たちよみたいな <laughs> <laughs> そう、両費より高かったっていう。<laughs> <laughs> そんなにいたんですね。いましたね。もうね、一クラス分ぐらいいましたね。はあ、すごい。そんなすごいですね。慕われてたんですね。ね、ありがたいよね。みんな可愛いたらですね。そんな感じもすごいですよね。なんかね、やっぱり友達と親しかったんですね。ね、なんかね、すごい。うらやましい。なんかえ、俺の友達かお前とか言いながら笑ってたけどね、みんなで。うん、俺も入ってただろうとか言いながらなんかね。 なんかでもちょっとそういう大人になっていく子たちの背中を見てちょっぴり寂しさもね感じたりしながらね、うん、そうですねはいはい、はい、えー、っとね人生送りバントさんはいモチベーションが上がらないときはどうすればいいですかああ逆にレイ君どうする音楽聴きますああなるほど、うん、あのだいたい下がってるときはやべえ何も聞いてないっていうときですね、うん、なので好きなその時に感じる曲をうん

ただ、私は期限付きというか3日以上は落とさないようにしてるというかあの落ちてんのが面倒くさくなるのであの落ちてんのを無理に上げないようにしてるうんでわざと悲しい曲もかけたり気づいたときにねやってあー体だるいなと思ったらまずお風呂に入ってちょっと化粧バッチリ決めてご飯食べに行く1人でも大大事事うんでお家出た瞬間テンション上がるんだよね。 不思議ですよね不思議ああここに魔物がいたかとか思いながらそっかそっか家から離れればいいんだなと思ってよくさみんななんかこうモチベーション下がったりすると誰かに電話して飲みに行ったりとかするじゃない私しないのまた相手に気使ってそのままの自分出せなくなるから 誘わなかった今までは今はねごめんレイくんとかみさとちゃんに電話してねご飯食べに行こうよお腹空いてないとか結構多いよね多いですねしばらく会ってなかったねどれぐらいとかってもうね二十七時間ぐらいですかとかねありましたねなんだろう素直に私は生きる本当素直ですね見てて気持ちいいですなんかこう人前でも泣く時きは泣くしごめんなさい

行けてる三十歳。エントンですかっこよすぎ。アウトドア派ですね。なかなかやってる人がいないので。後世に伝えるまではやめられないなと思って。へえ。すごい。偉いな。すごいな。楽しそうですね。楽しいです。うわいいな。ちょっと仕事に絡んでほしい。あとはスピでフットサルもやってるので。ああ。多いですよね。大きなフットサル結構アクティブだね。いや僕はあのもと陸上競技やってたんで。 短距離。うん、短距離そうです。なんかそんな短距離の目よね。百メートル十秒台ぐらいな<ー>の。ああ。短距離の目とかあるんですか。うん、短距離の短距離の人の目と長距離を走る目は違う。へえ、そうなんですね。短距離が俺俺種るああ、なるほど。なるほどね。そういうちょっと戦略的なんで頭脳派なんです。うん、なるほど。考えてるような目してるんですかね。うん、なんかね、まあ。メラメラ燃える投資っていうのはちょっと長距離選手にはちょっと違います。 私若い時は短距離で今長距離になった。うんすごいなでなんかねだんだん長距離になってくるとあの沖縄マラソンとかでも自分のペースと合う人を隣じゃなくて前とかに見つけるでその人の距離と<あ>縮めもしない話もしない距離で走ってて、うん、でなんかその人が疲れた頃に自分はじゃあ今ちょっと。

そうだかかなと思っそうですよねか燃費のいい体になってないと長距離は難しいよねああなるほどねすごいな皆さんアウトドア派ですね僕バッチシンドア派です私ね遊ぶ相手で変わってくる私が走るようにまたなったのは子供たちといたかったからなのああそうなるほど にやっぱり中学高校って上がっていくとなんか時間がないんだよね一緒にいる時間が。でそこにまたこう子どもたちがあのトライアスロンとかあのマラソンとか始めてくるとその練習でまたいなくなるわけ。 えーって寂しくなってくると「お母さんもやる」って言って私の始めた理由は子供といたかったから <laughs> なるほどうん素敵なで子供が今勉強で忙しくなって何もしないから自転車は私ついていけないのでお家にいるからプク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 してきてるのはそのせい <laughs> かわいいな <laughs> じゃあちょっとコメントいきます、はいえとね、どっからだったかなはい、はい、大塚健二さん、はい、誰か 誰かを生かすために、ばん、番しているから、大丈夫かと。へえ、素敵じゃない。へえ、ぜひ聞いてみたいね。ねえ。なの、あれをしてんのかな。オリジナルなのか。うん。あの、ねうん、うん、うん、うん。また、その人たちを引き立てるための。うん。なんかやってるのか。わあ、いいなはい。高松マリーさん。ブームと、やの。あ、これ、何。あきこ。あきこの。中央線に乗って、彼女のイメージ、エリウさん。 へーちょっともし探せたら探してもらっていいですか ?OK ですはい、えー、どんなイメージの曲なんだろう。はーいえーっとやっぱり聞いててくれた <laughs> なんかそんな感じがしたのよね長男くんとそのお友達グッジョブそうなのよほんと感謝ね、はい、ありがたい、はい、人生送りバンドさん娘さんと友達みたいな関係性いいですねはいえい あ、キャンさんって、あの昼くらいのキャンさんですね。そうそう、<の>そうそう、<laughs> え。っじゃ、あ、もしかして、送りバントさんとキャンさん、あの、あれなのね、お知り合いかも。ね。声でわかったってよ。ああ、そっかー、はーい。さすが、はい。 あ、ありがとうございました。なんかいいね、いいね、なんかこう、バリエーションに飛んでるね。いいですね。入れ替わり、立ち替わり。いいですね。うん、いいですね。はい。なんかね、はい。人生送りバントさん。はい。違うわ、間違った、間違いました。一匹福堂さん。モチベーション上がんないときは、大好きな友達に連絡して、声を聞く。ああ、いいな、それもいいな。理想。はい。すみません。マナミンさん。はい。二十五メートル十秒の私。あ。 大丈夫ですよなんかそういう感じう好きうん、うん、<laughs> っていう感じですかねああなんかいいなぁ <laughs> 一服堂さん驚いてますけどね <laughs>、はい、ね驚いてますね、はい、すごいなはいえーでも本当になんかこうなんだろうねあの虚しくなる時ってなんかなんとも言えないこうほんに 北風の音が似合うよねしさってそうですね確かに何だろうねあのピューっていうさあの北風が似合うなんか枯葉がカサカサ音を立てるっていうのあの乾いた音というかなんかあんな感じよねはいなかかわいいまなみんさん絶対スキップした方が早くゴールにつくかもって。 でも確かにスキップすると早いですよね。スキップって結構早いよ。早いですね。一時期子供の頃スキップして帰ってましたね。そういえば。なんかスキップってこう心弾んでこない？弾みます。もしかしたらあの無なしなった時スキップしたらいいんじゃない？いいですね。ね、やっぱりあのやってみようか。もつれないですか？なんか持つれないよりトントン。 トン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 っていうリズムが刻まれ、ね、ないかもしれないよ。<laughs> うん。<laughs> でもすごいですね皆さん。アウトドアでやっぱ体を動かして解消するって。あと寝て解消っていう人もいるよね。ああ僕ですね、うん。うん。寝る。私ももうくたつくたになったら寝る。寝ますね。もうその時にやりたいと思ったことをやる。うん。そんな感じですね。そんな感じです。そう。うん。 そうそうねスキップする場所がどこかしらって下に響くかしらってあれを心配するとできませんがね <laughs> そうなんかあの私こうやっぱり寂しさを超えたところに虚しさってあると思うんだよね<ー>でその寂しさも一人で感じる寂しさと違ってさっき言ったみたいに人と人との 中にいて感じる寂しさこのすれ違いの寂しさとか孤独っていうのは一人だから寂しいっていうような寂しさよりももっときついかなーって誰かといるのになんかわびしいとか寂しいとかなんか人がいるのになんかこう一人を感じるときとか。からそんな時 一番辛いのかななってあれなんででしょうね確かに人といる時とか、うん、家族といる時みんなでいる時に、うん、ふとむなしくなる時ありますよねうんどんな時なんだろう結構昔ありましたね僕あ<の>客観的に見ている自分がいたりしてあ子どもの頃の方が私客観的だったような気がするああ しっかり親も見てたりとか、うん、周りも見てたりとか、うん、今は逆に見てもらってるような気がする <laughs> 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 みんなにうん,うんいいことですねうん、なんかこうどこに行っても何だろうな安心しながら生きてる感じがする気づくとあのー、なんだろう人の目が気にならなくなってきてるうん、うんうん、だって だってさあ無理してつま先立って歩ってかっこつけても、うん、うーんつま先立ちで歩ってる時間ってそんな長く歩けないし、うん、それで人に嫌われるよりはもうそのままの自分出して私こうなんだもんっていうことを表現しておいて、うん、まあ嫌いになるなら仕方ないよね。 でもでも嫌いになったらその理由教えてって聞く私は <laughs> <laughs> すごい強いですよねえそうでも分からなくもない今なら聞いてみたいですねえなんで私のこと嫌いなのって嫌いな人いるんですねえりおさんのこといっぱいいるよ <laughs> <laughs> そ,そういうやつが嫌いなんだよって言われたことがあってえっってじゃあじゃあ 違う私だったら好きになれるって言ったら「<laughs> えっ?」て言われた「<laughs> ならないのに」「ならないのに」<laughs>「じゃあ他で頑張ってね」って言ったら「いやお前がな」って言われたことなら <laughs> いや私頑張ることってないけどなと思ってね頑張らないでも <laughs> なんかこのまんま生きてるだけで頑張ってますからみたいなほんとそうですよあのよくみんな頑張らなくちゃいけないって。 言言ううし頑張れって言うけど私生きてるだけですっごい頑張ってると思うの、うん、例えば朝起きてお布団から出てなんだかんだしてご飯食べるにしてもご飯を食べなくちゃいけないことに関してお箸を持ったりとか、うん、茶碗持ったりとか私それだけでも頑張ってると思うのねだってさ何か,の何かの事情によって自分でそれができなくなることってあるじゃない、はい、ってことは人にお手伝いをしてもらってやって。 それができるっていうことになった時にきっと思うと思うんだよねいらだったりとか、うん、悲しくなったり虚しくなったりだからよくさ亡くなってから気づくっていうじゃない人もいなくなってから気づくって、うん、だから私今のまんまの自分っていうのを好きになったり今の自分に対して感謝をしてたら虚しく感じる回数って減ると思うの。うん 確かにそうですねなんかさ今のまんまの自分が伝わらなかった時も虚しい今やってることがうまくつまりいかなかったことが虚しいとか悲しいってなるわけじゃないうん、うん、でも今がちょっとタイミングずれてこれがうまく流れなかっただけでタイミング合えばできるわけじゃない、うん、タイミングなんてお互いの問題だから私だけ頑張ったらしゃ,ったしゃあないなと思うわけ。<laughs> うん、だから まあ今日はこんなとこでやめておこうとか言い方は変えるけど私は伝えたいことは全部その場で伝える。でなんか褒めてくれてありがとう。で何だろうな、あのー、無理もしないし無理もさせないただしや,るやらなくちゃいけない時には1割増しぐらいで普段より生きる。うん って感じかな生きるっていうことですねそうんか普段もそうやって無意識のままに人は頑張って生きてるから、うん、そこにちょっと意識を強めに向けて生きるだけそうするとたとえ失敗して終わっても虚しさは私はないと思う、うん、ないって言ったら悪いかな少なくなっていくと思うそうですねき、うん、ますからね虚しさはそう,うんその時にどう対処するかですよね、うん で、うん、そんな自分で生きてたならば相手が私のこと嫌いって言っても、うん、そんなことも忘れちゃって、うん、嫌いと言ってた人に会った時にぎゅってしそう <laughs> <laughs> うまくいったよ見ててくれたってそしたらえって言われたらあそっかお前私のこと嫌いだったんだみたいなのを多分言うと思う<笑><笑>いいですねそんな感じいいですねでもも確かに自分も うん、頑張るっていう言葉好きじゃないですねもうだって頑張ってんじゃんって、うん、そうこれ以上どうやって頑張ればいいのよって、うん、そう私頑張れ頑張れって言われて、うん、あなたができる子よとか言われてずっと来たのねうん、うん、私もう息切れてんですけどみたいな <laughs> <laughs> の思ってたから、うん、子供たちに頑張れとは言わないうん。うんうん もうちょっとだけ踏ん張ってみる今日とかうんでまああと子供が逆にしんどいんだけど弱音を吐かない時は逆にお母さんから見てしんどそうに見えるんだけど、うん、もしかして頑張ってる本人って気づかないからちょっと休憩してみたらって私は言ううん,うんすばらしいえー、そうかな、うん なんかねやっぱり一時、いろんなことがあって子供が学校に行けなくなった時に、うん、行かなくていいよ、今はって言ったの今は行かなくてていいって言っ言たのうん、うん、今まで頑張ってきてちょっともう息切れしちゃったんだから今はいいよ、うんうん、今は休憩しなくちゃねってうん、うん、で休みのやっぱり前の日休み明けの日かな、うん、明日どうしようって必ず言ってたからその時期。うんうん えーってそんなの明日の朝まで考えてるつもりってうん、うん、いいんじゃない明日の朝なんて考えれば、うん、そして決めればいいんじゃないって言ってたのうん、うん、だって今晩から明日の朝まで夕に10時間はあるぜと <laughs> この時間ずっと考えて眠れなくって行けなくなるよりもまず今日はなんか楽しかったねとかちょっともうちょっとなんかしてみようかなあ,あ寝ようかなって思ってうん、うん。 明日の朝になってぐっすり眠れたら明日になったらいける気がするかもしれないし、うん、やっぱり無理だってなるかもしれないしその時で私はいいと思うわけ、うん、だって大人になった私たちでさえも、うん、明日のことの明日の朝起きることだってわからないわけじゃないそうです、ね、1>, 1秒後のことだってわかんないし、うん、もしかして今水を倒して山ちゃんにこらって怒られるかもしれないことだって予測不可能なわけじゃない。<laughs> うん、だから そんななな無駄な心配は私はしなくていいと思うわけだから、無駄な心配をしてあまりにもなんかこうこれでもかっていうぐらい不安な部分を補おうとすることとかあと、なんかこう勝手に予測をつけて決めつけちゃって行動し,したことによって出た答えが思いもしないことだったりすると虚しくなるから。 決めつけないでその時間、その相手その人との呼吸間合いっていうのをなんかこう感じながらやって出た答えが一番ななのかなってだと思いますうん、うん、みんなこんばんはー <laughs> なんか私そんな風に思うからなんかあのー、完璧ほど不完全なものはないと思ってるわけ。 うん、足りないぐらいがちょうどいいと思うのね1、うん、一人でこの世の中生きてるんだったら思うようにできるでしょうとただ人と人がか変わってて違う考えの人が違う情報を持ってくるわけだから、うん、それがやっぱり入ってくるスペースだったり動けるスペースがないとなんか違うものが溢れてきそうな気がして。 うん、怒ってもいない未来に対してすることじゃないですかうん怒ってないんですよね怒ってないのよ人間って想像力豊かですよねそう、うん、あの妄想族うん確かにそう妄想族なのよねそうなんですよあの妄想族の人はあともう一つくれくれ成人だと思うのくれくれそう愛をくれ金をくれ時間をくれもっと俺に何々くれみたいな 見てくれやってくれ話させてくれもうやってるのにそう <laughs> だからあの求めてばっかりだから満たされることがないだから虚しさがどんどん大きくなると思う,うん確かに、うん、あの人の話をじっくり聞いた時に初めて話した時以上の満足感があるみたいなねある、うん うん、あの入り込みたい気持ちはあるんでですよ、うん、そこでち,ょちょっと待ってそれだけど、うん、最後まで聞いたらう、うん、そううねねあーっていやっぱりこのなんか何の何のストーリーが待ってるんだろうってこのごろ私もワクワクが前より増えてきたかなみんなはどんなワクワクを感じてるのかなね<え>ちょっとコメントの方。 あのお願いしてもいいですかはいいきますはい高松マリーさんはい全く興味ない話題に無理やり入っていく時に孤独を感じるそうだよねなんか自分をやっぱり本来の自分のままじゃない自分を表現しなくちゃいけない時とかしんどいはずね、うんうん、仕事とかってなるとそうですよね、うん 私興味ない話に入っていかなくちゃいけないときは、うん、そうなんだ。そっか、それもありだねー。うんー、点点点まで言う。<laughs> <laughs> 言っちゃいましたね。<laughs> 言う。<laughs> <laughs> <laughs> はい、高松まりさん、はい、半径三メートル以内のことしか興味ない人の会話って私は興味ない。そうね、やっぱり。 なんかそうよね世界がねそう、うん、偏っちゃってくるね、うん、そうなんですよね,ね確かにつまらない、うん、次行きますはい人生送りバントさんはい確かに頑張ることが当たり前みたいに言ってくる人とか人の気持ちわからない思いやりがない人とか意味がわかりませんもんそうですよね確かに私も思いますもん。うん、うん マナミンさん、はい。こんな説得力のあるエリュウさんの娘になりたいですわ。どうぞいつでも私は娘として受け入れますよ。うん本当にそうですよ。私本当にね、あのウェルカム我が娘みたいなね。ね、愛が大きい人ですよね。そう、体重もちょっと増えてますかね。高松まりいさん、すごい。あありがとうございます。スカピーさんも涙が。うん拭いてあげるよ、おいで。うん。 はい高松マリーさん、はい、休息を何これ何促されるほどああ休息を促されるほど頑張ったことない私それ違うと思う、うん、あのきっと高松マリーさんの周りはみんながすごい頑張り屋なんだと思う、うん、そして高松,マリ高松マリーさんもものすごい頑張り屋だから、うん、その自分に気がついてないんだと思うすごい頑張り屋だと思う、うん、なんかねだってこの 伝わってくるもん。うん。うん。そんなことないと思う。うん。なんかあのすごい安易に聞こえるかもしれないけど、私には伝わるんです。はい。うん。頑張ってない人はいませんよ。ね。うん。でもすっごい頑張ってると思う。うん。うん。でも頑張らずに、ねあのま軽く聞こえるかもしれませんが、好きなことを好きな時に。 できたらいいですね<う>やってたら、うん、うまくいくと思いますよはいそんな時もないと思いますがなんかね好きなことやるっていうのは好きなことだからいやいやじゃないから気づかないだけで好きなことやるのもすっごい頑張ってんだよね確かに、うん、うん。気づかないですよねそう、うん、え、なんかあのあのー、初見さんの方でなんか皆さんあのー いろいろスタンプを送ってくださってる方がいらっしゃいますねありがとうございますありがとうございますこうやって聞いてくださってたんですねありがとうございますはい一応名前というか呼んでおきますかソーニャンスさんヘムヘムさんビビさんありがとうございますありがとうございますはいちょな感じですねはい高松まりさんありがとうって言われるとこちらなんかねこちらこそって言いたくなるよね本当に 本当にこちらこそでございますよ。本当にありがとうございます。アル、うん、さんからはお茶いただきました。<laughs> いいタイミング、<laughs> ありがたいわ。<laughs> なんかみんな愛がこもってってなんかこう染み渡るな。優しいな。なんかねあのフェイスブックの方でちょっとね今までだとフェイスブックであのー、こんな番組協会ありますよみたいなのやると昨日晩のこうなんかねパーンって昨日晩のなんかこう なんていうのスタンプじゃないけど、うん、前こう CM みたいなのバンって入ってたのよなんかねここ1年ぐらいそれがつかなくってなんかこう私のやり方が悪いのかなんかでもあのフェイスブックの方でもあのー、ちょっとあのいろんなねラジオの話とか、うん、普段の雑談みたいなのも載ってますので、ねうん、もしよかったら皆さんの、あのあ、ー、なんだろうローマ字でかなあれってエリュー。 ススペーっっっってなってててななんですすよねねま、はい、大文字で E 小文字でえちょっと書かないと分かんないや小文字で RYU ですそうですねエリュでスペースあって大文字で N 小文字で I、うん、はい、はい、それで検索してもらってあの申請いただいたならば、うん、はい OK サイン出しますのであ申請できないんだ私のそうなんですか、うん 超えちゃったんんんですかかうん、違う違あのねなんかねなひどい人、ひどい人変竹林な、うん、あのー、ちょっと申請があって怖くなって、うん、あの1回メッセージをもらってから申請 OK かどうかっていうのをやってるのでああのあ、あのー、メッセンジャーでねきくださった方私は誰々ですよ、こんなんで申請出しましたみたいなのを載せていただいたならば、うん、あのこちらから逆に申請しするので、はい、どうぞ皆さん。あのー 笑いが広がっていけばいいなっ私は思ってます心から、うん、はいねえ、うん、なんかそんなこんなしてるうちに2時間あっという間でもう残すところ15分ぐらいですかねですね早いですよねいや15分じゃないよ10分かはいそうだねえ、うんえー、なんか今日はなんか虚しい話とかなんかこうふうってそんなのでどんなのかなこんなのかなみたいな話をしてきましたがうん、うん あのれいくんどうだった今日のこの2時間というかえりゅうさんの,あのトーク良かったですね頑張っみんな頑張ってるとかのねあ,ありがとう、うん、なんかねなんか頑張ってるから頑張んなくていいよって言いながら、うん、私、うん、やっぱりこう虚しくなったり悲しくなったり、うん、辛くなったり。うん 落ちそうになるのを踏ん張るときによくあの自分でエリュー頑張れエリュー頑張れって私自分に言うんですよ <laughs> 自分には言っちゃうんですねそう自分にはなんかここ踏ん張らなくちゃいけないなと思って周りに人がいようと何にしようと目をつぶってちょっとうつく向き加減でエリュー頑張れエリューエリュー頑張れって私言っちゃうの <laughs> 自分に優しくですようんなんかねあのー そうななのねうん,、うん、なんかね今は踏ん張っとかんとみんなが崩れるぞってやっぱり思うんだねその時にん今20秒我慢したらここは乗り切れるっていうなんか自信があるのなるほど20秒うん20秒20秒だけふっとこうなんかこう腹に力を入れて手をグーにして「うん?」ってそこを逃げないで踏ん張ったら なんかね気づいたら周りがフフフって顔になってるっていうか <laughs> でなんかそのフフフっていうみんなの優しい顔に私がまた元気をもらってなんか進めてるかなってすっごい思う、うん、だよねか、うん、だからそんなに何日も何日も頑張んなくていいから20秒だけあんまりにしんどい時、うん、やっぱりしんどい時ってさ一番言いたくない言葉だけど人は。 自ら自分の生きるる時間をストップしようとするじゃない、うん、それを思った時に20秒でいいから20秒でいいからふってなんか腹に力を入れてもうちょっとだけ20秒だけ20秒だけ頑張れ20秒だけ頑張れって、うん、そしたらなんか。 ゆっくり目を開けて見てほしいかなって思うん<ー>うん,ん<ー>20秒でいいからん<ー>うんあと苦しい時は苦しいって思い切り騒いでほしいそうしたら必ず誰か助けてくれるし周りにそんな人がいなかったらあのこの番組でもいいしフェイスブックでもいいエリューさんきついです助けてくださいって言ってほしい<ー>できることを頑張ります共に そう思ってる私たちの番組でございます。はい。はい この曲ねもしかしてあの曲だった何だっけなんとか矢野あきこの、うん、あーもっとしっかり聴きたかったななんかすごい優しい雰囲気でしたね今良かったですね,ねえなんかこう癒されていく感じえってことは私癒してる、うん、なんか嬉しいですね、うん、そんな話をしてるうちにエンディングの曲が かなんかき日あのょけんさんが、うん、あのもしかして今までは聞いてくれてたけど前に出てきた方たちが多かったかなと、本当そうですね,ね嬉しいですね、うん、もうね、なんかこう、大まかなことではございますが、11月の初めごろにじゃあ、オフ会をしようかと、そうですすねおきますはい、あのー、11月の一番最初の月曜日じゃないか、<laughs> 火曜日っていつなんでしょうか、山ちゃん。 ペラペラっとカレンダーそれめくってもらってもよろしいですか11月の一番最初7日7日7日じゃあ7日か14あたりに、あのー、オフ会しましょうか、はい、ちょっとそこをめど、あのー、にちょっと頑張ってそうです、ね、準備を進めていこうかなと OK です、はい えっと、あの会場がそんなに大きくないので、今日話してたところが。うん、もしそこにするんであれば、本当先着20名ぐらいまでですね。そうですね。ね。二十。そうですね。2時目ですね。和気あいあいあいしながら。ね。そうね、最初どっちがいいのかな。どっちに最初行ったのか。そんなのもみんなで話し合いながら決めていきたいと思います。はい。はい、ああ、なんか楽しみだなー。 いいですね。コメント来てますね。はい、来てますね。はい、えーっと、高松真理さん、ありがとうございます。はい。人生送りバントさん、は、本丸の話が一番思い出になりました。あのー、ぜひ食べに行ってみてくださいよ。食レポしましょう。はい、うん、結構私も月に三四回行ってるので、あのー。 会うかもしれませんね <laughs> です火曜日はお休みですよえっ、ー、と終了時間はあのわかんないんですけど営業のなぜ私は子供連れて行くのでうん、うん、あの5時半とかオープンと同時とか6時頃に行っちゃうんですよでお家連れてきてお風呂入れてもう寝せちゃうっていう感じなので結構早い時間なんですけど。 まなみんさん、行きたいーだそうです。ぜひぜひぜひ、はいね、もう絶対もうメンバーに入れときますからね、まなみんさん。はい。はい、ちゃんおかさん、何日ですか。えーっとですね、七日か十四日です。はい。はい。火曜日ですね。はい。はい。二十一日が息子の誕生日なのよ、おちびの。あ,ーあ、なるほど。 そこはね今、びっくりしちゃった今年ね、なんか火曜日私の番組の日にいろんなことが当たってるわけ、うん、へー難しいかなと思いつつうわ、嬉しいかなとも思いつつそんな感じでございますがちゃんこさん、7日か14日ですよもう書き込んでください、うん。はいあなんかねあっという間の2時間うん楽しかったですね、か楽しかったねたくさんの,あの意見とか体験談とか聞けて、うん。うん、うん あのー、先週もちょっとお話ししましたが皆さんの中でちょっとこんなことで困ってるとかこんなことがきついとか悩んでんですよねっていうのがあったならばあのー、なんだろうあのー、こちらにどうぞ寄せてくださいそうしたならばそれをテーマにちょっとねあのー、話し合って いけたらなぁと、うん、解決できることはみんなで言ったらいろんな角度から見てって、はい、なんか解決できるんだろうなぁと思ってます。はい、まあいつかねあの逆にエリューのリスナーさんが相談に乗ってくれるみたいなねそんなコースを <laughs>、ね、作りたいですねなんか私この頃こんなんで悩んでるのよねどうしたらいいみたいなあーのーあれを出していきたいなぁと 思います。はい。あ、なんかちゃんこさん、なんか参加は難しいかなってなってますね。いやいやいや、多分大丈夫ですよ。あ、本当。<laughs> まあ、残念ですね。<laughs> あれ。あ、ジェヒョンから二十一日のゲスト、お子様ですね。いやっと、どうですかね。どうですかね。<laughs> はい。<laughs> いやー、残すところ。もう、こんな感じになってきましたが。はい。はあ。今日も。なんか。うん ねえ落ち着きました落ち着きましたなんかやっぱり三回目そこに座るとなんとなく雰囲気が緊張はしますが楽しいから落ち着きますねちょっとねそこの席はちょっと時間に追われたり時間気にしたりとか特にするのできついかもしれないですか頑張ってくださいいやいやありがとうございます頑張ってくださいまあねあのそんな感じですがあれですねはいね 本当にありがとうございます。こちらこそです。ね、そんなこんなでリスナーさんもありがとうございます。ますえー。ではいつもの締めの言葉で、はいはい、愛してるよ。みんなめっちゃくちゃ愛してるよ。来週もね。じゃあねー。